橋田さん、カルタみたいに並んでらっしゃいますね、今。裏返しで。今見えません？見えない。これね、この下、一つ一つのカードに一個のギャル用語が書かれています。今からこれをまあめくります。めくって、星野さんには即興でその言葉を抜群に使えるセリフで喋ってほしいんですよ。意味を理解した上で。で、その後に、まあ、その意味を言ってらっしゃる、言ってもらうっていうね、あの、さっきの進化バージョンみたいな、第1弾の進化バージョンみたいな感じですかね。で、意味がマジわかんないって言って、星野は、これはわかんないって時は、まあ、俺がその意味の理解した上でのセリフを言って、それはそういう意味じゃねって答えて、はい、合ってますよ、みたいな感じで行きましょう。まあ、何かめくってもらっても構わない。覚えてる単語来い。何でした？見せてください。バイブス。バイブス。おえ、こんなのなかったよさっき。え、ないよ、だって新しい単語だもん全部。あー、そういうこと。あ、含まれてやったと思った全部。あ、さっきなかったやつ。そう、第2弾だからさっきなかったやつ。ほっとした。逆にほっとしたな、うん、だからどれも分かんない可能性はあるよ、うん。まあ、バイブスはね、聞くやつ。バイブスって聞くやつ、なんだっけ。おっくんがよく言うよね。あと、海洋も言いそうだよね、バイブス使いそう。この前さ、とりあえず言ってみる。うん、まあ、言うだけ言ってみてもいいと思うよ。この前さ、電車乗ったらさ、バイブスがいたんだよね。星野さん、これどういう意味。え、星野さん、あれ、とりあえず意味言ってみ。どういう意味だろうって思うの。バイブス、バイブスぐらいやったら俺もカンペ見なくても分かる、多分。この前電車乗ったら、うん、バイトガイのブスがいた。いいね。で、俺そっちで使いたいんだけど、バイトガイのブス、髪ベタベタそうなブスじゃん。でもそれっぽいじゃないか。うん、まあね。え、実際どういうの。バイブスは気分とかテンション、あと空気感ですね。だから、うわ、ライブ行くとマジバイブス上がるよねとか使う。あ、テンション上がるみたいな。バイブス上がる、バイブス下がるみたいな。下げぽよ、上げぽよみたいな使い方。じゃあさっきのだと。さっきのだと、あの、さっきなんて言った？電車に乗ったらバイブスいたんだよねって。だから星野が、あの、電車に乗って、京浜東北かなんかに乗ったとするんだ。そしたら、テンションがいたの。うん。そんな感じですよね。上がってもね、下がってもね、ただテンションがいた。テンションがいた、テンションが。人でも何でもなく、テンションというか空気感がいたんだ。テンションというのは空気感か。うん。あ、なるほどね。よくお前見、可視化できるんだ、テンション。いや、見えるんだよ。うん。見えるかじゃん、見えるか。テンションな、見えるかじゃん。テンション見えるかだって。うん。じゃあ次行きましょう。意外と面白いな、星野のあの、言ったセリフを訳すっていうのが。割と面白いよ。うん、割と面白いね、これ。そっから真ん中攻めてくね。こっから行こう。何だった？フロリダ。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 フロリダね、俺意外と使いやすいんじゃないかと思ってた。これはね、最初分かんなかったけど、聞いたらね、まあ。なんだこれ。でもね、ゲームで使えそうな用語だよなと思った。そう。はい。ネトゲとかで使えそう。すごい。てか、そっから来たんじゃないかなと思ってもいいぐらいね。フロリダ。まあね、多分ね、州しか浮かんでないだろうと思うけどね。今。俺さ、この前さ、フロリダ行ったんだよね。うん。まあ、これはまあ定番中の定番。定番って。え、こっから普通にセリフ言うの？今の定番言った後。それ、いや、それとも今のまま今ので置いといて意味を言ってみるか。なんだろう。あー、そうだね、もうあれもういいや、本命で。あれもいい。なんでしょう、フロリダ。この前フロリダ州に行ったんだよね。意味は？そのままああ、フロリダ州。州に行ってきたってこと。ああ、今の星野訳すと、これは本来意味的には風呂入るか離脱。フロリダです。まあ、わかるでしょ、意味的には。ああ、まあ、使いやすいと思うね、結構。俺風呂、聞いたらわかる。じゃあ、俺フロリダだからさ、消えるわみたいな感じで使うね。ああ、でも今の星野訳すと、
俺さ、この前さ、風呂入るから離脱に行ってきたんだよね。離脱したのに行ってきたっていうね。I'll be back。 風呂に行ったって言いたかったんだもん、うん、もしかしたら。そうだね、だから噛み合わなかったね、うん、ちょっと間違ったんだ、ちょっとミスったんだ、うん、じゃあ次行きましょう。語彙力のないやついたらあったんや。え、どれで KD。 あ、こういうのが一番嫌だね、 KD。KD はちなみにね、ああ A 長メンバーではね、いなさそう。 KD? KD? 最近さ、マジ KD なんだよね。いや、それは面白い、それは面白い。ちなみに意味は？なんだろう、最近さ、マジ韓国どうなんだよね。どうなんだろうね、韓国どうみたいな。韓国どう、韓国どうなんで、どうでもない、どうなのか。ちなみに、KD は意味的には高校デビューです。だから、今の星のセリフを訳すと、最近さ、マジ高校デビューなんだよね。なんか、すごいさ、自己申告型のさ、クソみたいなやつになるから、悲しいやつになっちゃう、なっちゃう。まあ一応文章的に間違ってはいないんだろうけど、親友に打ち明けたみたいになったよね。いや、そうなのかお前って言われテンションぐらいの、その明るいテンションで言う話ではないよね。続いて。はい。何でしょう。何弾いた？あ、まあ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 。おう。おう。あ、これ、イラオコ？使いやすいんじゃない？最近ほんとイラオコなんだよね。おお、イラついて怒ってるみたいな。うん、まあまあまあ、まあ、近しい、まあ、三角てか、まあ丸あげていい、二重丸ではないけど丸。おお、でもイライラしてて怒ってるみたいな。あ、そうそうそう、イライラして怒ってる。おお、まあまあ、まあ、今は二重丸あげました。まあそれっぽいかもね、うん、だから今のは合ってたんで、セリフはまあ脳幹でイラオコです。だから逆に面白くないって当てちゃうと。だってこれは分かっちゃう、さすがに。で、分かんのも混ぜといたんだけどね。何？何弾いた？ショッピングピーポーマックス。ショッキング、ショッキング、ショッキング、ショッキングピーポーマックス。ショッキング、ショッピングピーポーって何やった？ショッピングピーポーってさ、ショッピングしてるピーポーじゃないか。ただの買い物中みたいな意味だろ。ショッキングピーポーマックス。本当ね。まあ、ね、激アコスティックプンプンドリームみたいな感じですね。その系統ですよ。ほんとさ、最近もなんかいいことなくてショッキングピーポーマックスなんだよね。あー、まあ、うん、三角と丸の中間ぐらい、微妙にちょっとずれてる。まあ、いい線ついた。ものすごくショックだから、最近ほんと辛いこと続いて、あれ、あ、でもものすごくショックなんだよね、で、まあ、合ってるか。一応丸。丸、丸あげよう。当たっちゃった。まあ、でもそんな感じかなと思ったら、ムカチャカインフェルノ的な、うん、そんな感じ。ムカチャカファイヤーだけどね、ムカチャカファイヤー。いや、イーグルなかったっけ、なんか。なんか、いや、なんとかスティック、なんとかなんとかムカチャカファイヤーだった気がする。ああ、インフェルノなんかあった気がしたね。ムカチャカファイヤーはしてさすがに、うん。ムカチャカファイヤー来い。きびつい。きびついってなんだ。きびついは、さっきのあれと似てるやつだよ、あの、第1弾の。例えばションドイとかが似てるやつ。ションドイ系だね、ションドイ系。ああ。なんだ、どうしようかな、英文どうしようかな。学校の課題がさ、マジ厳しいんだけど。ああ、合ってる。合ってる。厳しい、辛いみたいな。あ、そう、合ってる。厳しいプラス辛い。これも合ってるんで、まあ、ノーカンで。楽勝じゃね。うん、意外とね、今ね、楽勝しても、こんなの連続正解。何当たった？秒で。ああ、6勝じゃん、6勝。秒で使うじゃん。秒で。これでいいのか、普通に。深く考える必要ないと思うよ。あれでも違うな。ああ、あと3秒で出る。あ、違う。まああれも秒なんだけどね。秒でって言わない？秒で、あ、早く出るみたいな。うん。一瞬で、あとちょっと待って、じゃあ、早く出る、本当に。うん。
すぐに。すぐに行くわ、秒で行くわ。ああ、そうか、それ言われてみれば使うな。秒で行くわ。秒で行くわが一番使われるかもしれないね。ごめん、今さ、あれ、準備に時間がかかっちゃって、今、マジで秒で行くわみたいな時に使うね。はい、じゃあ次行きましょう。待ってくれ、裸かった、俺は。ちなみにさっきのさ、あと 3秒みたいな、3秒みたいなやつはさ、あと3すぐにみたいになっちゃう。メッカは、あ、これはあれか。メッカはメッ、ああいう。確かに言わざる。この猫めっかわ。うん、合ってる合ってる。めっちゃ可愛い。合ってる。おお、いけんじゃん。これはわかる。逆にここでさ、最後のさ、布石を残してくれてる可能性がいいんだけど。よしよし。あれ、割と余裕なんじゃねえの、これ。ああ、でも、いいの残していってるかもしれない。何当たった？超 BM。超 BM。BM はね、なんだこれ、あれに近いかもしれない。さっきの TBS とかにつら近いかもしれない。TBS とか、超は超じゃ多分。超は超。うん、超は超。これさ、うん、超 BM。あちょっとずれたね。語尾があれば、俺超 BM だったら合ってたかもしれない。じゃんって言ってからちょっとやられたかもしれない。意味はだから、ね、うん、意味がむちゃくちゃなんだよ。う俺さ、超バリバリメガネじゃん。それただの星野しか当てはまんないレベルじゃん。超バリバリメガネじゃねえ。バリバリメガネ。星野、うん、超をバカ、超バカ、超バカみたいじゃん。バカみたいじゃん。バカもあるし、もうバカもあるらしいでもあるけどね。だからさっきの言うと、さっ、俺ってさ、超バカみたいじゃんじゃね。じゃんじゃねになる。わからん。でも、バカみたいだけで考えてみたら、俺超バカみたいじゃん。まあ、噛み合わなくもない、ね、三角ぐらいかな。どっち引いても微妙な感じかな。あちゅらちゅ。あー、そっち引いたか。なんだこれ。あちゅらちゅ。あちゅらちゅね。いや、今、あちゅらちゅね好きなんだけどね。変な声出たよ。いや、何がいねえ、なんだろうな、みたいなって言ったんだよな。うん、高橋。なんだこれ、元気？あちら中。元気はつらつ。ちなみに俺はあちら中は聞いたことあったけど、意味はあんまよく分かんない。聞いたことない。なんだなんだ。意味はイチャイチャの上位互換。ああ、だから元気？イチャイチャの上位互換。言うてる。めっちゃ元気やん、お前。元気長いだけじゃねえか。そしてラスト、テラレナだね。だよね。テラレナ、テラは多分テラ。テラレナはね、バイブスに近い。バイブスってさっきの星野のバイブスの考え方に近い。バイ電車の中でバイト後のブスがいたんだよねのに近いかもしれない。なんだこれ。メッカワとかとも近いかもしれないな、さっきの考え方が。要するに何かの言葉を縮めてるんだよ。ああ、ちなみに一言だからね、それ大ヒントだと思うよ、結構。テラレナ、星野がね、星野がたまにね、乗り気じゃない企画がある時にね、こういう状態に陥る時がある。テラレナ、例えば
この前の20エイジャークライシスの時とかまさにこれかもしれない。星野とりあえずセリフを言ってみるわ。俺やっぱテラリナ。ああ意外と合ってんじゃね。意外と合ってんな。俺やっぱテラリナ。うん、ちょっとイントネーション変えたらいいかもしれない。俺テラリナ。それは間違ってる。それはやばいかもしれない。ちょっとテラリナ意味がちょっと出てこない。正直言ったらいいけど、で、なんか出たくない的な答えをします。テラレナはやってられない。やってられないのテラレナ。あやってられな。あそういうことか。うん、知らねえよ。だから俺やっぱテラレナだと俺やっぱやってらんないってなんじゃん。イントネーション変えるとやっぱやってらんないってなんじゃん。でも俺テラレナだと俺やってらんないで人生やめたことになっちゃうから。危ない危ない危ないでしょ。そうなっちゃうから危ない。それはねちょっとやばいやつって言ったじゃん。人生破綻しそうだった今。トントン、こっから一回動画を切ってスタンドにカメラを挿して、この全てのカードがあります。混ぜます。ピャッて引きます。それで何とか会話をしていこうと思います。ちなみにもう答えとか封印していくんで一切。あ俺も分からなくなったんでこれで。いかに俺らが今覚えたかどうか。吉田一つ言うね。うん、全然覚えてない。うん、頑張ろう。俺ねこういう時の記憶力ねゼロに等しいんだ。こっちは裏面が白紙だから混ぜればなんとかなる。あっちは裏面に紙が書いてあるから下にちょっと地味に巻いておいて引いてって感じ。どっち引いてもいい感じ。あ一回切っていきましょう。第3弾の企画に続きます。